大阪市立住之小学校は、大阪府大阪市住吉区にある公立小学校。熊野街道に面した住宅地に位置する。明治時代初期の1872年に、当時の住吉郡住之村、住吉村、小雨村、敷津村、安立町を校区とする住吉小学校が創設されたことが、学校の起源となっている。当初の校区は、 おおむね現在の住吉区と住野江区を合わせた区域となっていた。直後に、現在の大阪市立式通ら小学校、大阪市立小三見小学校の前身となる学校を分離するなどの改変を経て、1887年に、住野江村、住吉村、安立町を校区とする住吉郡住野江人情小学校をして、現在地に開校した。しばらく、住野、江、住吉、 安立の山町村の学校組合として学校を運営していた。1908年には住吉人常小学校、1910年には安立人常高等小学校を分離し、住野江村単独の学校となった。1925年には住野江村が大阪市に編入され、大阪市立となった。地域の人口の増加により、1937年には、 従来の校区の南部を分離する形で大阪市住之江第二小学校が開校している。さらに1943年には周辺校の校区を再編して大阪市清水区国民学校が新設されたことに伴い従来の校区の一部を清水区校の校区へ変更している。1944年には学童集団疎開が実施された。住之江国民学校は 千木郡北池田村、南池田村、南松尾村へと疎開先が割り当てられ、1944年9月より疎開を実施している。集団疎開は終戦後の1945年10月まで続いた。学生改革により、1947年に大阪市立住之江小学校となった。また1947年から1951年まで、 学生改革に伴って新設された新生大阪市立住吉第三中学校が校舎の一部を借用していた。地域の人口増加により周辺校の校区を再編する形で大阪市立南住吉小学校が1958年に開校した。これに伴い従来の校区の一部を南住吉小学校校区へと変更している。ありがとうございます。